こんばんばは、国はです。さあ今日は2月29日夜ということでございまして、えー、と今夜この後、大塚ディーパー、ー東京ですね東京大塚ディーパーでマクロスナイトなんていうのは開催されるんですけれどもまあせっかくですからそのイベントについて少々お話ししていこうと思ってますんでお付き合いくださいさあマクロスナイト、えー、とスタートはね 2009年なんです、ね、もうですから10年以上が経過したパーティーということになっております。パーティーとは何ぞやとね、なりますよね。えー、よく聞かれます。何をしているんだ、マクロスナイトはということ。ね簡単です。簡単かな簡単に説明しよう。えっ、ー、と、夜のパーティーの場合、昼のパーティーの場合、どちらもなのですが、 音楽をかける DJ タイムというふうに言っております。基本的には再生ボタンを押すだけでいいよと言っています。まあ僕のパーティーのスタイルというのはだいたいそうしてくれというふうな話をしていますね。この理由は後ほど説明します。で音楽がかかる。そして結果的になんですけどそれはもう目指していたんですけどもコスプレイヤーが集まってくれたら楽しいんじゃないのかということですね。 それはまあコスプレのねダンパみたいなのが文化としてあったんですけどそことクラブ的なライブハウス的なカルチャーはちょっとまたピローンになっちたら文化が違ったということなんでその文化というところを融合するというような目論みがございました、えー、そしてさらにもう一個、えー、お酒がが飲めて交流ができるといやこれはもう出会い系と勘違いされがちですけども まああある種そういういいい側面ももってもいいんだで <laughs> 何が言いたいかというとねそこを要はフレキシブなあ対応というか一人ずつのルールというところを尊重して、まあ、いろんな人たちというところと出会えて、えーまあ、そこからでは皆さん自由でいいんだけどまあ良識のある範囲っていうんですかのところで交流ができるというような場所これがあったらいいなと思いまして。 まあ僕の中ではマクロスなんてスタンダードドメジャーだけど比較的ニッチと言われるようなジャンルから攻めていくそんなことができた方が存在の価値があるんじゃないかと思いましてマクロスナイトというのはマクロスという題材で続けさせていただいているというような状況でございます。まあこのねパーティーの成り立ちさまざまというのはひとまず置いときましょう。 まあそういうい話を聞きたい人もいるかもしれないけどそこは重要じゃない一番重要なところは最初の音楽というところじゃあ説明しましょうね音楽コスプレイヤーお酒交流というところですかここを説明して今日はあーパーティー行っちゃうっていう感じですじゃあ行きましょうまず1個目音楽マクロスの音楽はねこの最初のもう飯島麻里さんの林民名からなんですけどね ちょっっと持ってししまえば捨て曲なしです、うん、実際はどうなんだって言ったら、えー、実際はまあアニメですからサントラとかいろんなものありますからまあ言いたいことある場面というのはありますでもそれは時代時代そのタイミングタイミングにしっかりとしたね、えー、とコンセプトメッセージがあったというふうに受け取っておりますなのでそれは置いておいて「音楽がいいですよ」うんまあほぼほぼ歌手に外れはないですよね これはねもしおいおいそんなことあるのかと国をそれハロプロ以外で言っていいのかって言ったらいいんだよあるんだよだからマクロスで検索して音楽で流れてくるもの聞いてくれたらそれが答えです歌手がいい,い特に飯島さんなんかスペシャルですねここあんまりなんか議論の余地ないと勝手に僕個人では思ってます スペシャルですまあそれでえー、現代的なところにも飛ばしちゃいますとマクロス・フロンティアねもうメインちゃんマメグなんていうところねここはもうまず間違いなく最近の人には刺さった新しい記憶だと思ってるんですけどまあもう十何年も前だからねそうでもないかもうんそういう世代ね <laughs> デルタですよワルキューレですよ これもアイドルグループというと語弊があるかもしれませんけど歌って踊れるグループみたいなところで考えたらピーカイチ、ね、これももうマクロスワルキューレで調べる聞いてもらうしかないで知ってる人はもう、うん、みんなに語っていこういいってこと要はねライブのでチケット取れないとかねそういうさ々あるんですけどまあそれはそれですよそれだけ人気があるってことですよ ね、いいっすよねさあじゃあ続けていきましょうその音楽というところの魅力ですねあのジャンルもまあロック寄りが多いですけど視覚的ジャンルも広いですよハロプロほどはなんてつうかなそこにガチってわけじゃないけどもできること十分やってる感じがしますそしてさらに、えー、コスプレイヤーの話いきましょうかねコスプレイヤーというのはどういうふうな形で、えー、じゃあ何してんだよというふうに言いますけど おのおのが遊びに来る人が自分の好きな形好きなキャラクター準備してまあ、集まって盛り上げていくっていう形が僕は自然でいいと思ってるんですよなんかこの誰々にこのキャラクターやれよって仕込んでいってできるものそれもいいですよ楽しいですよなんかなんつうのかな用意されているディズニーランドとか USJ もそうなんですかそういうところに遊びに行く、もうもちろん楽しいです。でもそれって僕らやんなくてももうあるじゃないですか。それはもう良かったんですよ。どっちかっていうと能動的に、もう自分たちが集まって面白いことやっちゃったら、まあ一番面白いよねって、そして次の日から言う慣れちゃうやつだよねっていう、そういうことだったんですよね。アクティブに動いてるやつらが主役になれるみたいな。 ですぐいいて脇にも行けるみたいな、ね、ある種そのキャラクターにいる責任っていうところを一番美しいかつ愛情っていうところが一番直結で出るような形それをコスプレしている人たちに叶えてほしかったっていうことですよね。まあ、これ2つ目ですよ。偉そうにと思うかもしれないけどそういうビジョンがあったんだからしょうがないじゃない。ねそういうビジョンだったんです。かそして3つ目 ここはまあちょっと本番来たろって思うんですけどそこのシチュエーションそのシチュエーションの中で交流したりお酒飲んだりっていうところで何て言うか大人のたしなみというんですかっていうところが繰り広げられるっていうことが2000年代ですよねなかったんですよそんなにあったけどスタンダードになってないみたいなところおそらく記憶だけど2007年ぐらいからですよ あのスタンダードというかちゃんと回るようになってきたのこれは本当ですよアニ,アニソンクラブイベントなんていう人いるでしょねああいうのねもうき記憶があるもんもともと2003年ぐらいは J−POP ものでやってたけどどっちもやってたけど J−POP ものでクラブ借りようとしてもすごいなめられるしめちゃめちゃめちゃだったんだからうんあるよそういうの。 まあだけどこれも間違いなくいけるしメイドインジャパンで外国持ってくっていうふうにしたら外国の音楽大好きなんですけど今もでも日本人が日本の音楽とか日本の文化持ってこなかったらまあ相手にしないだろうなって逆,逆でもそうじゃないですかうんなんてつうのイギリス人がビートルズのカバーやってますって言ったらコピーバンドにもちょっと興味あるんですよこれでもイギリス人が 興味あるっちゃあるけどちょっと例えばイギリス人が氷川きよしやります、まあ、興味あるけどよく考えたらでもっていうとちょっとちょっと何が言いたいかといちょっと下がるのよお前の国のものの法をやってくんないみたいなさなんか二次創作でももとに近い二次創作というところな当時は僕はそう思ってた今となったらもう何周かしてあの外人がやる日本人も全然楽しいんですけどね 最初全くこのパウダースノーというか何にもないファーストペンギンになんなきゃいけない時ってどうしたかって言ったら日本人は日本のしかも自分がずっと愛情を持って見てきたものであったりそれなりに知識があるもののうーん一番上から3番目ぐらいまでかなのものを持ってかないとやれねえだろうなというふうに思いまして。 まあこれはまあ外国展開どうこうっていうところもまた改めてお話し,しますよ。今日はちょっとマクロスでいきたいんでねで。その中に上がっていたのが「週刊少年ジャンプと」と「超時空要塞マクロス」だったら、まあ「機動戦士ガンダム」もあったんだけどちょっとまあそこは、ね、ど,うすどうするかって話だよ。少年雑誌でいくか少年ジャンプでいくかあの SF 全部でいくかガンダムなのかマクロスなのかっていうそういうことなんだけど。 音楽を使いたかったからマクロスっていうのが一番いいっていうまあそういう僕だけじゃなく議論の上での結論が出たということですよね。うんまあ、それがマクロスナイトの成り立ちだと思ってください。えー、要はコミュニケーションを取るためにどのパーツそしてどのコンセプトで何より誰が必要かということを考えた時の答えがこれはね もう十何年続いてるから結果として言えるんですけれどもマクロスナイトというのはあの価値まああちこちでねやってまあマクロスワールドコンベンションとかねそのカリフォルニアで開催してる時なんていうのを飯島真理さんこれその時に彼女のライブの前後 DJ やらせていただいてお話とかさせてもらってね 光栄ですよもう感無量ですよ、ね。そういうような時間も体感させていただくきっかけになりましたしあとまあこれ部長メインちゃんねメインちゃんこれジャパンエキスポでまあちょっとちょっとした交流と思ってくださいちょっとした交流があってまあお話もらったよというようなこととあと川森庄司監督ですね川森庄司監督はうーん近い縁の方何人かいたりしたんですけど 僕にとってはコバちゃんなんていうのはね、えー、ともしこれコバちゃん見てたら、ね、お話しくれたとき感動しました。あの、ありがとうございます。あの、三協というね、パチンコ会社の時に、あれ、音楽取り仕切ってた一番偉い人がな、ね、コん、ね、まあさん。様々 でも彼もいろいろ僕のパーティーとか遊びに来てくれたりとかして、まあこう、お酒飲みながらね、いいとこも悪いとこも連れてってくるっていう、これぐらいにしましょう。で、そういうようなね、あの、結果の上で、えー、今があるような気がしてます。結果の連鎖の上で今があるような気がしてます。えー、何が言いたいかと申しますと、こういったパーティーも開催しておりまして、えー、一口にアニソンクラブイベントとかファンイベントみたいなことは言いづらいところあるんですけれども、 何か僕のこの発言とかで引っかかることがあったりああそういやマクロスナイトマクないなんて,てありましたねなんていう人たちがこれを見てまあじゃあ最近どうなってるか見に行ってやるかとなってくれたらまあ僕としては活動この後も続けますから一つ価値があるんじゃないかななんて考えてます。なので、えー、と今夜は2月29日じいじ会は4月の25日という形で両方大塚ディーパー 23時半からという形で形で決まっておりますのでよろしければまあ乾杯,しにやって <laughs> 乾杯しに来てやってくださいそんな感じですじゃあこれからも準備して、ね、出かけちゃおうと思いますんで会える人は後ほど大塚ディーパで会いましょうそれでは最高のサタデーナイト冬ー,ーしようぜじゃあね